糖質制限よくないよっていいいいう話を、ね、したいと思います糖質制限よくないよ、まあ、いろんな情報を総合した結果なんだけど糖質制限はよくありませんという、ね、お話をします。えーっとね、まずそもそもその人間の代謝人間のエネルギー、まあ、基本的に痩せるっていうのは摂取カロリー引く、まあ、あの消費カロリーというのが、えーま、プラスになってれば太るマイナスになってたら痩せるっていうのは当たり前だよねそれは。なんだけれどもだからずっと水だけ飲んでたらさ痩せるわけよ。痩せるんだけどそれ健康的じゃないわけじゃん。 で健康的じゃないっていうのはどういうことかっていうとその身体のバランスというのがその崩れていくと。でそのじゃあ健康的に痩せるっていうのはどういう状態なのかっていうとそのなんていう短期的にカロリーを取らないとかではなくて消費カロリーを増大して少し食べるのを減らすとで消費カロリー増大するっていうのは運動するじゃないんだよ実は。運動すると痩せるみたいに思ってる人いるけどそうではなくてそのでかい筋肉を大きくしてそこの 基礎代謝というのを大きくして、えー、こう痩せていくと消費カロリーを多くしていくっていうのが痩せるメカニズムなわけねでかい筋肉っていうのは大胸筋とか大腿筋とかそのあたり、まあ、太ももとかね胸とか、まあ、肩とかだよねだからその辺を鍛えてそ,のそこの基礎消費を増やすことによって基礎消費っていうのは寝ててもさ消費していくわけだからその,その辺を鍛えて、えー、こうう 消費カロリー増やしていくてことが大事なわけ、ね、でここで糖質制限ってうと糖質制限っていうのは筋肉が分解されちゃう、うん、筋肉分解されちゃうんで基礎,基礎代謝が下がるわけね、うん、だから筋肉を落とさないようにその増やしながらかつ消費カロリー減らすってことで脂質を制限するのが大事なの脂質を少なくするっていうのが大事糖質っていうのはあんま減らしちゃいけないのね、うん、なんでそのなんていうんだろう、まあ、タンパク質ってとるの大事なんだけどもタンパク質は筋肉育てるしかつそのな 筋肉を育てるしかつそのグラム単位のカキロカロリーっていうのは少ないからタンパク質っ非常に大事なんだけれどもその糖質を制限すると筋肉が分解されちゃうから良くないよっていう話で,で筋トレしまして、えー、タンパク質とって、まあ、糖質とって筋トレしてタンパク質とってで普段の食事よりも少なくすると油を少なくするっていうのが痩せる、えー、基礎になるわけね、うん。だからそれをちょっとねたえてるとかなり不健康な痩せ方をするよっていうことが問題だったということですね。はい 基本的には小学校の教科書に載ってることをやればいいわけよ適度な運動、ね、で適切なエネ栄養素の、ね、そのバランスの取れた食事でバランスの取れた食事っていうのが普通に生きてると崩れてるから脂取りすぎとか塩分取りすぎになってるからそれを直して、えー、ちょっとだからでかい筋肉を鍛えようねっていう基礎代謝がその年々落ちていくから,から糖質制限っていうのは年々落ちていく基礎代謝をさらに減らしちゃうとんでもない行為でやめた方がいいよ不健康になるよっていうお話でした。